はい、それでは本日の内容ですけども、お手元にレジュメの方が、A3 で、3枚ですかね、1枚目が両面で、で2枚目が片面刷りということで、全部で6枚付けてございます。で、本日の内容につきましては、芥川城跡、芥川城がどこにあるかというお話と、で、主に文献資料から見たら芥川城の歴史。で、次に、遺構と遺物ということで、芥川城の規模と縄張り。で、最近調査進めてきました発掘調査についてということでお話をさせていただいて、で、最後に、芥川城と三好長慶という形でお話ししていきたいと思います。そしたらですね、先ほども小林さんの方からお話がございましたが、芥川城跡。ちょっと、名称が並行してまして、芥川、三城跡というお城があるんですが、そちらの方が、三好長慶のお城として非常に知られてまして、ある山も、位置してる山も三好山という名前がついております。で、もともと平地の芥川城というのが、知られていたんですけれども、後から芥川、三城跡ということでついてきまして、で、その芥川三城跡の方が、三好長慶のお城として知られるとともに、非常にこの縄張り研究が発達して、戦後になって発達をしてきまして、で、平成以降ですね、発掘調査を踏まえたり、文献資料をさらに、付け加えたりとかいうふうにしながら、総合調査というものを、高槻市の方で実施をしまして、で、令和の、最近になって、国の史跡にしようということで、そういった活動を続けてきました。で、総合調査の報告書を作った上で、文化庁の方に、意見具申というか申請をしまして、去年の6月に文化審議会の方が、文部科学大臣に、芥川城を、国史跡に、どうですかというような答申を経まして、で、そこから11月の10日に、役所の段取りなんですけど、11月10日に官報の告示ということを経まして、ようやくそのこれまでの活動、役所の仕事も、我々役所の仕事もそうですが、地元の方とか、城下研究をこれまで進めてこられた方の、思いがようやく実ったかなというところで、国史跡というふうになりました。で、今日のお話一つ目なんですが、ここは大東市ということを言いまして、芥川城って、高槻市にあるのは知ってるけど、どの辺ですかというようなことが、まず出てくると思いますので、まずそのあたりのことをお話しさせていただけたらというふうに思います。で、芥川城跡の、地理的環境と難しいことを書いてますが、要は、どこに位置してるかということなんですけども、高槻市の中でですね、摂津橋という芥川の、峡谷がありまして、そこに囲まれた、いわゆる天然の要害であります三好山に位置しております。スライドの方を見ていきますと、今この赤のポインターがかかっているところが今の高槻市街。この右上の方が京都ですね。で、左下が大阪ということになります。で、この辺り淀川が流れているというところで、今名神高速道路がちょうどこの辺りを走っていまして、そこは、その通り沿いは昔は西国街道という、京都から九州まで向かう、一大交通路が走っておりました。で、今日お話します芥川城跡、芥川三城跡というのは、そこから4キロほど山の方に寄った、ちょうど北摂山地が、淀川沿いの大阪の平地の方に接するあたりに位置しております。で、これ今の地形図に落としたもんですけども、この真ん中を名神高速道路が突っ切っていて、高槻市役所とか、駅あたりがこのあたり。で、そこからちょっと奥まった山の裾のあたりになるということになります。で、そういったこの、雪橋に囲まれた山の上に、こういう
まあ、皆さんもすでに縄張り図、何回もこの講座で見られてると思うので、見られてると思いますけども、こういったお城とか残っているという状態ですね。で、少しアップしてみます。これ、現場の地形図ですけども、この三好山という、この山のあたりに位置しているんですけども、ちょうど、この北の方から芥川がこう、今この赤のポインターで示してますけど、こういうふうに流れてきまして、北から流れてきた芥川が、一旦西に流れ、南に流れ、また東に流れ、で、それで南に下っていて、淀川に流れていくという場所ですね。ですから、ちょうど北と西と南を、峡谷に囲まれているという位置づけでありまして、地続きは東側だけという、そういう位置関係でございます。ちょうどこの部分ですね。で、この地形図だけ見ても、いまいち地形の感じがつかめないと思いますので、これ、断面図を作ってみました。今やったら、イラストレーターとかその辺のソフトを使って立体ですぐ作れるんですが、私はアナログ人間なので、地形図をもとに、落としてみて。これ、今、お手元の資料の方にも、4ページの上に載っけています。で、これ、上が東西断面図で、下が南北断面図になります。だから、東から行くと、帯石山という、この三好山よりちょうど高い山を経て、で、間に暗部がありまして、で、そこから三好山があって、で、そこから先は100メーター近く落ち込む、雪峡の峡谷になっています。で、南北断面で行きますと、北は同じく芥川で、100メーターぐらいガンと落ち込んで、で、南側は、さらに下がっていくというような地形に囲まれてますので、弱点となるのは東側だけと。あとの、北と西と南というのは川、ただの川ではなくて、絶壁に囲まれた、丘の中に、山の中にあるという位置づけとなります。で、現地の写真を見ていきますと、ここが山のてっぺんなんですけども、こう山裾を芥川が流れていっていると。これは北から見たものですけども、北が南の方に平地があるんですが、芥川がこう下の写真下の方から流れ下っていって南をかすめて流れていくと。で、これは南から見た写真ですけども、この写真でいくと、芥川がこう流れてきて、で、南下っていくということなんで、まあほぼほぼずっと西と南から攻めるのは難しいのかなと、そういう地形になっています。で、昔は結構木が生えてて、高槻市街地から見てもどこに三好山があるのかなということだったんですけども、この10年くらいですね、だいぶ地元の方が整備 されたということもあって、かなり見通しが、見晴らしが効くようになって、市街地の方から見ても、あそこ、キー買ってあるところが、三好山やなということが分かるようになってまいりました。で、そういった地形条件のもとに、立っているんですが、これだけ見ると、じゃあ天然の妖怪ってすごいお城やね、っていうのは、どこにもあるというところなんですけども、特徴は尺82メーターしかないということで、実は飯盛城よりも登りやすい。多分半分ぐらいの時間で登れると思います。で、じゃああと何が抜くて、天下人の三好長慶がここに入ったんだというところなんですが、そのポイントなのが次のスライドになります。これ標高高々182メーターなんですが、山の上に登っていただくとですね、20分か30分あったら登れますが、非常にこう、残念ながら京都は見えないんですが、八幡から枚方、で、この四条縄手大東はもちろん見えていますし、これ今写真の中だけど、これが飯盛山。この下の方でね。この奥のちょっと上に平らくてアンテナが立っているのが、生駒山ということになります。で、さらにこの奥の方行きますと、これ金剛山。で、さらにこの後、右に流れていきますと、金剛山があって、で、葛城山があって、で、泉山脈がそのままずっと見えてまして、で、ギリギリでですね、アベノハルカスとか、で、梅田のスカイビルっていうところまで見えます。
で、生駒山の向こう側には実は山越え、間からはもう奈良の山が見えてるというような、そういう非常に、こう、トレッキングとかハイキング的には、非常に短距離で上に登って景色がいいという場所に位置してますので、もともと誰がお城を築いたかというのは後で申し上げますけども、作った人は、西国街道から一時、昔で言うと一時、4キロ以内で収まる範囲で、景色が非常に眺望が良くって、交通の便も眺望も、で、守りにやすく攻めるに堅い地形ということを、非常にこう、うまいことを選んで、作ったんだな、ということがわかる、地形になっています。はい、今ちょっと、これは拡大したんですけども、一個、ちょっとプリントを読んでいきましょうか。左の方から生駒山が見えて、金剛山、桂木、泉で大阪市街ということに見えてますので、三好長慶と関わりの深い、堺の町まで、見えないこともないかなという、そういう、眺望になってます。アップでいくと、生駒山と飯盛山この関係ですね。ちょっと影になって見えにくいです。ここが飯盛山と。で、生駒山というところなんで、ひょっとしたら、目を凝らしたら当時は飯盛山の石垣が見えたかもしれない。っていう感じの位置関係になります。逆に言うと、飯盛山からも、芥川の、城は確実に見えていたということになります。で、ここまでが、立地の環境で、立地環境で話をさせていただいたんですけども、ここから芥川城の歴史ということで、文章を中心、私の苦手な文章を中心にお話をさせていただきます。で、総合調査が進む中で、昔ちょっと曖昧だった、芥川城いつ築城されたのかということの整理も進んできまして、実はですね、永正12年、西暦1515年に、摂津守護を務めてまして、室町幕府の管領を、この後か、この前かに勤めていた、細川高国という人物によって築城が開始されます。で、これ、お手元の、最終ページに載ってます、文献資料にも出てくるんですけど、問わず物語という資料を見ていきますと、非常にこう、お城を紹介するのには、いい、あの、しゅ、えー昼夜朝暮れ、500人、300人の妊婦にて、不審要が止むときなしと。非常にこう、キャッチフレーズとしては良さそうな、文言が流れてきてまして、で、翌年の永正13年1月にはですね、能勢頼徳が、新城で、連歌会を催すということで、連歌師の総長という人物が、自分の記録に、能勢頼徳の後ろで連歌会やりましたよという記述が出てまいります。で、当時城主の細川高国というのは、普段は京都におりまして、この芥川については能勢氏が城代を務めてお城にいるという体制をとっていたようです。で、その後ですね、細川高国に、追い出す形で細川晴元という人物が芥川城に入場、1533年、天文2年に入場していきます。で、晴元については、高国が京都にいたのに対しまして、彼はちょっと非常に、支配力の問題もあって、京都出たり入ったりっていうことを繰り返すんですけども、彼については芥川城に入ったり、京都に戻ったりっていうようなことを繰り返してる一方で、彼の奉行人、重臣とかは、芥川城にいまして、そこで文書の発揮をやっているというようなことがございます。ちょっとあまり読みませんけど、文書の資料を見ていきたいと思います。はい、これ一つ目が問わず物語、お城の作る様子ですね。この赤線の部分に、引いてますけども、500人、300人の妊婦が不審、お城作りに関わって、やむときなしということを書いてます。で、場所につきましても、これ、瓦林正頼記という記録ですけども、上郡とか上郡とか、ちょっと忘れましたが、芥川の北にあたりの泰山に、城郭2艘、
構えられけれということなので、芥川の北の方に、の大きな山にお城を作っているという、非常にこう、この芥川城のっていうのは、まあ、後に細川、三好と入るということもありまして、まあ、畿内金国のお寺とか、貴族とかがずっと注目していることもあって、文書資料に非常にたくさん記録が出てくるんです。で、中には、お城の遺構としてはすごいんだけど、文書資料が全くないというお城も、まあ、あまたある中において、一次資料だけ書き集めても100点ぐらい、ございますし、で、二次資料を加えると200点以上ということになりますので、皆さんのお手元に、1ページに貼ってある、文献資料というのはほんの一部で、になってます。で、その中で、非常にこういう、問わず物語とか、河原橋正幸みたいに、まあ、生々しく築城の様子を描いているという資料があるお城というのは、まあ、そうそうないかなというふうに思います。で、細川隆国が築城したということを挙げているんですけど、すいません、これちょっと手書きで、非常に恐縮な、図なんですけども、まあ、彼はもともと、普段は、室町幕府の管領ということで、京都におりまして、で、彼の守護を務めてた国っていうのが、丹波と摂津なんですね。で、さらに、当時、細川家っていうのは、いっぱい、系列がいまして、播磨とか四国の方で、まあ、家督を伺うというか、内紛で、高国を追い落とそうという勢力もいる中において、まあ、高国にとっては、まあ、軍事的なピンチでありますので、京都にいながらも、摂津丹波に目配りができて、さらに西国を、から攻め上がってくるかもしれないライバルを迎え撃たないかんということになりまして、その中で非常にどこがいいかということになるんですけども、そこに出てくるのがこの芥川の、山城ということになります。京都と、大阪のちょうど中間に高槻が位置してます。で、実は芥川城の東側っていうのは、今は大阪の不動の枚方亀岡線というのが、通ってまして、そこを辿っていくと亀岡に辿り着くと、そういう位置関係になっています、ので、京都からまあまあ1日交通ぐらいで行けて、で、そこからは丹波にも、摂津にも、出張っていけるという位置関係を選んで、まあ、お城を作っているということになります。だから、で、普段ですね、当時は室町幕府の管領がお城を作るということは、まあ、なかなか、異端な出来事でありますので、まあ、軍事的な、緊張がある中で、まあ、京都につかず離れず、で、山陰にも山陽にも行けて、拠点を構えるということについては、まあ、天然の要害でもあり、西国街道にも近い、で、丹波にも連絡できるという、この、芥川の地が選ばれたということが言えるかと思います。で、これは翌年の、築城の翌年ですね。正月に、皆さん呼ばれるんですか、この右側の、活字の部分だけ読んでいただいたらいいんですが、有名なレンガ師の総長という方が、有馬温泉に行く途中に、芥川城で、主演会が開かれて歌を読みましたということになります。だから、軍事的な拠点としてお城は作るんだけども、レンガ師がやってきて、上でレンガ会するぐらいの設備がもうすでに整っていたということが言えるかと思います。で、次いきますね。で、次ですけども、ちょっとこれすべてのスライドの文献資料がお手元にあるわけではないんですけども、まあ、公家の山科時継っていうのが、家来をですね、ちょっと裁判の関係で、芥川城にいる細川晴元に使わした。巡業状を受け取ったという記録が出てきてまして、ここにも摂州芥川という地名が出てきます。で、この文書を見れば、晴元が、京都にはおらずに、芥川のお城にいて、そこでそういう文書の発給のやり取りをしているということがわかります。次はですね、次これ天文10年の1541年になりますが、当時が、芥川城まで、感想を届けるということで、
この真ん中の方ですね。芥川 A 関数を前置きということで、そういうあのものを、芥川城までわざわざ届けているという記録が出てまいります。ただの軍事的な拠点であれば、まあ、あの公家とかですね、寺社がこういうものを届けることはないんですよ。で、次に出てくるのは天文11年、1542年ですけども、まあ、細川晴元が芥川城に入ったという情報を、まあ、同じ高槻の富田の方から、富田の道場からですね、で大阪本願寺が情報を得まして、でそこに、芥川へ入城されたということを聞いて、使者を、芥川城に派遣しているということを行っております。で、ちょうどあの、この頃に三好長慶が、細川晴元の配下で出てくるということになります。まあ、裏返して言うと、三好長慶が、生まれた時は、にはすでに、あの、もう、芥川城はあったということが言えるかと思います。で、次ですけども、まあ、あの、晴元や、あ、高国や、晴元が、あの、お城、あの、芥川城を使う中で、いよいよ、三好長慶が出てまいります。で、天文22年の1553年なんですが、まあ、二つ三つ分岐挙げてますけども、三好長慶の衆が芥川城の東の方を帯石山へ陣取りたもうということで、帯石山の東にある、三好山の東にある帯石山に陣を引いて、お城の攻略に取り掛かったという記録が出てきます。やっぱりあの、お城を攻めるときには、摂津京の峡谷に囲まれた、あの、北、西、南よりも、地続きの東に陣取って、攻めているということが、まあ、この文献からも読み取れます。で、まあ、これで落城した結果として、そこから三好長慶が、芥川城に入って、まあ、そこを根拠地にし出すということになります。だから、あの、ここまでで、あの、つかめることはですね、まあ、あの、三好長慶のお城として非常に有名なんですけども、いろんな文書の資料を整理していきますと、もう、登場した時点でですね、あの、まあ、細川勘定家が関わった、非常にこう、重要なお城として、機能していたということになります。だから、まあ、三好長慶がいきなり、この芥川城を作ったわけではなくって、細川勘定家が作った城を引き継ぐ形で入ってくるということになります。で、この後の流れですけども、1553年に、あの、三好長慶が入城しまして、使い始めます。で、三好長慶の大きな特徴というのは、高国や晴元は、在京しっぱなしとか、在京しながらお城に入ったりしているという使い方をするんですけども、彼としては在京をせずに、芥川城を使うという形で割り切った使い方をします。で、これはあの、文献の研究の方によって、の一部ではですね、その時のことを芥川政権というふうに呼ぶぐらいのことを、呼称を使っています。で、彼はそのまま、あの、中で、いろんな、まあ、村落の、あの、裁判の調停なんかを、進めたりとか、で、京都に用事があったら京都に出ていくというようなことを、繰り返した上で、A63 年には、飯盛城へ移って、で、家督と芥川城を、まあ、あの、息子の、義興に譲ると。いう形をとります。で、ただまあ、義興は在京していて、家臣が、芥川城にいるという形でとりまして、その後、A66 年には、長慶より先に義興が芥川城で亡くなるというようなことを出ていきまして、その後、長慶が亡くなって、三好の一派が、芥川城にそのまま存続するわけですね。で、大きな転機となりますのは、A61 年の1568年になりまして、織田信長と足利義昭が、芥川城に入ってきます。で、まあ、これはあの有名なあの織田信長の上洛ということになるんですけども、この時非常にこう、あの、面白いルートを取ってまして、織田信長当時の拠点、岐阜にいまして、で、足利義昭は確か越前か近江にいたのと合流して、京都に入っていくというふうになるわけですけども、実はですね、あの、織田信長と義昭というのは、直接京都には入っていなくって、一旦京都の東寺あたりまでは近づくんですけど、そこから京都の南を素通りして、で、芥川城に入っていくということになります。
で、その後、芥川城で、畿内に、これから私が畿内の覇者になりますよということで、号令をしてから、当時の、朝廷と、なんかいろんな、こうね、儀式のやり取りをした上で京都に入るということの、流れをとっております。で、その後、京都に移っていた後にはですね、芥川城には、足利幕府の家臣になってました和田惟政が、入城するわけですけども、その翌年にはですね、平地の高槻城の方に移って、高山飛騨の神と、キリシタン大名で有名な高山右近が在城して、その後、徐々に廃絶していくというような流れを組んでおります。ちょっと後半の文芸誌をまた見ていきたいと思います。こちらが、天文22年ですね、1553年に、芥川城が落城して、で、三好長慶に降参して城を明け渡したということが、お湯殿の神の日記という一次資料のように残ってまして、昨日、津の国、芥川の城落ちてということで出てまいります。で、あと、玄奘五年記という資料を見てますと、雪舟芥川城が、落ちて、城を渡して、で、三好長慶や松永久秀が、城を受け取ったという資料が出てまいります。で、次ですね、次なんですが、三好長慶が、芥川城に入りますと、そこで政務を取り始めるということがございますので、それにまつわる資料を少し紹介したいと思います。で、北野神社、北野千幡宮の方から、たびたび使者の派遣が行われているという資料が、北野鮭日記の方に登場してきます。これ、ここに一篇しか載せてませんが、実は十何回ぐらい、資料が出てきます。で、一方で、松永久秀の弟に、確か当たる内藤宗勝ですね。丹波における、知行地をめぐる裁判を芥川城で行うというようなことを伝えている文書も出てきますので、北野天満宮からの使者が、なんか書類を持ってきたのか、貢ぎ物を持ってきたのか分かりませんけれども、そういう寺社とのやり取り、で、さらに、裁判を芥川城で行いますということが出てきているということですね。で、さらにはですね、この頃はもう三好長慶が、晴元に、細川元の、主人である晴元よりも、優位に立っているという状況の中で、晴元義輝方が、京都の三好の陣地を焼いたのに対して、芥川城から、京都に、長慶が攻め上がっているという史料もございます。で、それがたびたび、ここにも、三好長慶芥川城に抑えを起きてという史料が出てきますとか、こちらの方ですね、三好長慶芥川より打ち立ちということが出てきます。で、さらには、尼崎から芥川城へ帰ったというような資料が出てきますので、こういった文芸史料の中からずっと芥川城を本拠にしていたということが伺えるかと思います。で、さらにこの間にですね、芥川城の城の中の様子が分かる資料も出てきます。こちらの方ですね、弘治2年正月の、ことですけども、玄奘五年記とか、あと、多聞院日記に出てくるんですが、芥川城で火事があったという記録が出てきます。これ、ぼや騒ぎどころではなくて、どうやら、奈良の多聞院にまでそういう話が来てますので、結構な火事が起こっているということが、この資料上から出てきます。で、火事が起こっただけやったら、と思うんですが、さらにそんな続きがございまして、山科第五寺の方のお寺の建物を松永久秀が火事の後始末のために持って行ってしまったという、そういう資料がこの44番ですね。何気なく、なんか 火事の後の云々って書いてるんですが、要は、火災の後、建物を建て直すので、もらっていくぞということで取っていかれたという記録が出てきます。で、これは火事の記録なんですが、片一方で、これまた松永久秀絡みということになりますけれども、弘治2年の2月、火事の後ですね。
松永久秀が、儒学者の清原枝方を、芥川賞に招いているということがありますので、まあ、火事の後に建物を建て直して、儒学者を招いてお城の中で学問の講義をしてもらっているというようなことが出てまいります。この清原枝方というのは祖父の代から非常に有名な学者さんで、祖父の、信方は学問であちこちで講義をして、まあ成り上がりを立ててたというか、最後は越前の朝倉氏の下で、まあ、講義をしている途中に最後亡くなるというような、そういった有名な学者さんの一家だったというふうには考えられております。で、まあ、こういった火事が起きたとか、儒学の講義をしたというような記録が出てくる、芥川城なんですけども、この、こちらの資料はですね、高槻の地元の方にあります、真神村と群芸村っていう村が2つ隣り合って、ちょうどこのお城のふもとにあるんですが、用水の、まあ、水の取り合いをついて揉めてまして、でそこの村については三好長慶が、まあ、裁定を行って群芸村が正しいというようなことを言っているというような記録も出てきます。まあ、これ以外にもですね、京都のお得人の方で、用水路の裁定をしたりということで、このお城の上に多分この辺の村の人々がですね、三好長慶さんにさばいていただこうということで、使者を立てて書類を持って行って、何かお土産を持ってたかどうか分かりませんけれども、それを持った上で伺って、で山の上で裁定を下しているということで、まあ、京都におらず、平地の屋敷でもない山の上でそういった、生も取っているという様子が明らかになってきます。で、まあ、このような中で、三好長慶が、まあ、飯盛城に移動して、息子の義時に譲って、で、まあ、その後、義時も長慶も亡くなった後のことになるんですけども、まあ、一つ、芥川城の、まあ、位置づけをうまく示してくれる出来事なんですが、A61 年の1568年10月に、織田信長と足利義昭がやってまいります。で、この資料の中でいきますと、まあ、芥川の城に、入ってくるというような記憶がずっと出てきてまして、で、その、同じ月にはですね、新しく畿内の天下を取った、織田信長、足利義昭のもとに、今度は、まあ、扇町天皇がもう使者を派遣していると。これはおそらくこの後、足利義昭が京都に入って、征夷大将軍に任命されるんですけども、でその儀式に絡むやりとりですね。何月何日にこっちに来て、どういう服装を着て、どういう書類を渡すから、ああ、成功せっていうような、そういうようなやりとりがすでに行われていたということになります。で、まあ、こういった状況を見ていきますと、まあ、単なる実力だけで、織田信長が、と、足利義昭が、来るのであれば京都にストレートに入ってくるというルートを取るんですけども、わざわざ一旦京都ではなくて、芥川城に入ってくるということは、やっぱり、細川、高国、晴元、三好長慶という、まあ、京都や大阪周辺の、支配を担った人材の本拠地として、まあ、当時の人は広く芥川城というのを意識してまして、でそれに対して、新しくやってきた織田信長が、今度は私が天下を取りますよということで、わざわざ一旦芥川城を経由すると、そういうことをやっているということになります。でこの新潮後期の資料の中にもですね、実はこの芥川城の後ろの方なんですけども、人質新城の間、ご本陣芥川の城へ御人数打ち入れられて、ご機内隣国皆もって御下地に任せられるということで、まあ、ご機内に私今度京都に入りますよということを、まあ、訴えて、それに対して、まあ、公家寺社村が、まあ、よろしくお願いしますということで、ご挨拶に来ると、そういったことを経て、実は芥川城に2週間も投入していると。だ京都に入る直前にそういったまあ、号令する、でそれに対して村、公家、寺社が挨拶に来る。
さらに、征夷大将軍に即位する、やり取りを朝廷ともやり取りするというようなことが、この芥川城で行われていたということになります。はい。ここまでの歴史、芥川城の歴史ということで、私ちょっと不慣れな文書資料の、文献資料の話をさせていただきましたけども、まあ、三好長慶の城というのが、まあ、中心に語られがちな部分ではありますが、室町幕府の官吏である細川高国晴元、三好氏の政治軍事拠点として用いられたのが芥川城ということになります。そういった意味では、戦国大名が作ったとか、地侍が作ったお城ではなくて、異色の築城としてのスタートを切っているということになります。で、最初の高国は、在城しない高国、高国と書いてますけども、まあ、京都、摂津、丹波の三国を抑える軍事的な要衝として選んでいると。で、次に入りました晴元というのは、在城はするんだけど京都と行ったり来たり。で、その一方で、山城の方で政務を取るということで、まあ、高国段階ではやってない。山城でそういった裁判とか、文書の発揮をやるというようなことを、始めています。で、三つ目に入った、三好長慶は、完全にもう京都を捨て去って、芥川城で全てやると。だから、三好長慶の段階の芥川城というのは、家臣の、まあ、松永久秀らも、住んでますし、長慶 の家族も住んでいると。で、文書の中には、三好長慶の奥さんとか、松永久秀の奥さんになんか届け物に行ったっていうような資料も出てきますので、まあ、おそらく送り物かなんかしたいだろうなというようなことが出てきてまして、まあ、それをもって、まあ、芥川城のことは畿内の成長と言ったり、先ほども申しましたけども、芥川政権といった、まあ、後世の研究者の故障も出てくるというぐらいのことになります。で、まあ、ちょっと少ない文書の中で見ていただいたんですけども、畿内金国の注目の的ですね。どっか知らん、お城が燃えたところで誰も気にしないんですけども、芥川城が燃えたということで、奈良の多聞院とか、京都の醍醐寺の、記録に出てくるということがありまして、まあ、ここでは訪問と書きましたけども、まあ、公家寺社、お寺、村がたびたび訪れるというようなことになっています。で、その、まあ、長慶の後にやってきたのが、遠回りしてから上洛するという信長と義明。ということで、まあ、畿内金国天下の中心で新たな畿内の覇者となることを宣言してから京都に入ると。そういう、まあ、由緒をたどるというか、先例に倣うというか、まあ、そういったことをしているということです。で、まあ、そういった特徴がございます。まあ、だから、最初に述べました政治軍事的な拠点という部分もあるんですけども、文書資料の中でも出てきた通り、まあ、お城の中で、まあ、レンガ会とか、儒学の講義までをしているということで、まあ、半分はその武家の、教養ということを見せつける部分も、あるんですけども、まあ、文化的な場としても機能したということが、この文書、文献資料の中から、長慶の、芥川城っていうのが、まあ、見出せるのかなというふうに思います。はい。ここまでが、文献資料と、地理的環境の話をさせていただきました。で、次なんですけども、ここからが、まあ、現地に残る遺構や遺物というお話になってきますけども、芥川城との規模と縄張りということでお話しさせていただきたいと思います。で、先にもテキストだけ読み上げるという形しますけども、まあ、規模で言いますと、東西500メートル、南北400メートルに広がる山城ということになりまして、規模としては、まあ、なかなかね、最大とか、最大級という言葉を使うんですけども、まあ、大阪府内見渡しても、で、摂津の、旧摂津の国を見渡しても、まあ、最大級の規模を誇っているというふうに言えるとかと思います。で、その中でお城の遺構というのは、まあ、三つの郡に分かれてまして、東、中央、西に分かれて、まあ、いわゆる平坦面ですね。蔵郡が、無数の平坦面が広がっているということが言えるかと思います。で、その中のお城の構造としてはですね、まあ、もう純粋、ほとんどいじらないお城としましては、切り岸とか掘り切りだけということになってくるんですけども、現地を行きますと、まあ、切り岸以外にも、掘り切りとか土橋とか、土塁で囲まれた蔵でありますとか、さらに縦土塁というような土塁が見出せます。で、さらに、後の時代の食い違い小口
マス型小口というとこまではいかないんですけども、それに近づいている様子のマス型状の小口でありますとか、非常にこう80センチとか1メーター以上の大きな石材を使った石垣というのが山の中に、あちこちに見られるという状況が、これまでの縄張り研究であるとか、現地調査で明らかになってきてました。で、まあそういった特徴を捕まえていきますと、まあ三好長慶のお城であったと言われていることも含めまして、研究者の間で非常に注目を集めてきたお城でございます。で、まあそういった1970年代ぐらいからですね、いわゆる縄張り研究というお城の研究者がたびたび山の中に入りまして、図面を作っては、まあ、紹介していくということの繰り返しを経てきまして、で、さらにその後、高槻の方で後の総合調査に絡んでくるんですけど、赤色立体図っていう詳細な測量図を作っていきまして、で、まあ、どん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 、こう、詳細な構造というのが明らかになってきています。で、まあ、一番よく使われている図面というのが、こちら、縄張り図です。この図面でいきますと、ちょうど山頂があるのがここの一番の黒は、いわゆる主角、後でいう本丸の部分ですね。この南北にちょっと長いエリアというのが、西黒羅郡と呼んでまして、で、この暗部を挟んで、この真ん中に中央黒羅郡というのがあります。で、さらに、この堀切と馬車を挟んだ一番東側、一番弱点と言われている地続きの部分ですけども、こちらが東側黒羅郡というふうに名前を付けて呼ばれております。で、こういったもの、お城の構造に対して、まあ、こういう図面でありますとか、ちょっと時間を経て作られたこういった図面でありますとか、こう、研究者がいろいろな図面を作ってきて、で、ここが特徴やとか、ここが大きいとか、ここが小さいとか、石垣があるとか、ないとかっていう議論を積み重ねて、まあ、研究が進んできたという経過がございます。その中で見ていきますと、このちょっとポインターの方を見ていただいたらわかるんですが、この4番の黒羅のところに非常にこう鍵の手になった土塁が確認できたりとか、この主郭の南側にちょっとくぼんだマス型状の小口があるとか、この左下の方に非常に大きな土塁と堀切があるとかですね、あと大手の方に石垣があるとか、土橋と小口があるとかってですね、そういった特徴がどんどん捕まえられていくということになります。で、そういった成果も受けまして、さらに市の方で測量というか赤色立体図っていうのを作っております。最近昔はもう縄張り図しかなかったお城の世界なんですが、最近もうなんか猫も杓子もっていうぐらいのレベルでみんな赤色立体図を作り出してきて、昔は私らがやぶこぎして髪の毛にいっぱい蜘蛛巣つけながら回らないと分からなかった世界がですね、こういった非常に詳細な図面が広いようになってきています。これ、まあ、赤色立体図何回か見られている方はよくご存知かと思うんですけど、こういう模様というか、図式になっているところは普通の山の斜面でありまして、こういうちょっと白っぽくなっている部分については、まあ、真っ平らな黒羅面ということになります。だから山頂の主郭の周りにも、いくつもの、黒羅が広がってまして、で、尾根伝いとかには堀切を作って、で、さらにその先にまた黒を作ってということで、お城を設けているということになります。ちょっとアップしてみますと、こんな感じですね。もうほとんどなんか細かい等高線図みたいなレベルになってきています。でも従来の縄張り図と比べていきますと、まあ、こういう位置関係ですね。この、4番、5番って呼んでいる黒羅がこういうふうに現れてくるという形になります。で、その中で、まあ、いくつか大きな石垣があるぞということが分かっていまして、まあ、お城の南側を中心にこういった、だいぶ崩れている部分が大きいものの、まあ、1メーター前後の石を、積み上げて、石垣を作っているということが明らかになっています。これまあ、石垣自体は非常に大きくて、まあ、摂津の地域ではあまりこれが大きな石垣が戦国時代の山城にはないなということがありますので、まあ、
注目を集めていたというところがございます。でさらにこの赤色立体図をもとにもう一回図面を引き直して作ったのがこの図面ですね。まあ、どんどん図面の方は精緻になっていって、それをもとに議論ができてくるということになります。で、これ実は今から20年ぐらい前ですね、香川源太郎さんという方が作っていただいた、イラストになります。これお城のちょうど西南の方から、見下ろした形のイラストになりますけども、こういう芥川が北から流れてきて、西を流れて南を下っていくというような地形の上に、山の上を、ね、無数の平坦面、蔵を作ってお城を設けていたという、まあ、こういったイラストになります。で、まあ、山の上にはもうすでに屋敷があっただろうということで、復元していただいているという、まあ、こういった山の様子ですね。で、まあ、こういった経過前後しますけども、次に、まあ、平成以降に、高槻市の方で発掘調査を始めることになりました。で、発掘調査ということでなんですけども、まあ、平成入ってからですね、平成5年以降に、高槻市の方でも改めて役所として、縄張り図を作ったりとか、測量図を作って、さらに必要なところには発掘調査を入れて、遺構の確認をしていこうということで、作業を進めてまいりました。で、そこに箇条書きになっているのは大きなポイントとしては、山頂の主郭で大きな礎石建物が見つかっているということと、その下から火災痕跡が明らかになっているということでございます。で、さらにその後、令和の2年ですけども、この主郭の、一段下の蔵からですね、選別建物という遺構が発見されていると。で、さらにこの後、石垣の、分布調査とか測量調査を、追加で行って、で、発掘調査だけではなくて、山の中で、たくさん遺物が、土器とか、そういうのが拾われてますので、そういったものをもう一回集めて、どのあたりから出てるのかということを含めて分析を始めたっていうのが、もう令和の、総合調査ということになってまいります。で、これ山頂の主郭の方で平成5年に行った発掘調査が一番最初になります。まあ、一番もちろん山頂ですので、この、蔵一番と呼んでいる部分。発掘調査をしていきまして、山頂実は測量図で見るとこのような形ですね。山の上にですね、100m×30m ぐらいの主郭、蔵位置がございまして、そこの中から礎石建物が見つかったという調査成果がメインになってきます。でこれ発掘した当時の様子ですね。何かマンション建てるとか、スーパー建てるとかいう調査ではございませんので、まずは筋掘り、トレンチ掘りをして、で、何か遺構が出るとか、必要があった範囲を最小限掘るというのが、こういった確認調査になります。で、山頂の主郭の南側についてはですね、トレンチ掘りを行ったわけですけども、あまり、土工とか、そういったものが出てきたんですが、あまり、こう、遺構は出てこなくて、無数のこう川だけ、弾き皿が出てくるという状況がある一方で、その下からはですね、ちょっと焼けた土の跡が出てくるというような状況になりますので、まあ、蔵の南側については、建物は特に建っていなかったではないかというふうに考えられています。ただ、燃えた痕跡はあると。で、次、この北側ですね、北側を掘っていきますと、こういう焦土痕跡とかもあったりするんですけども、北側を開けますと、こういう形ですね。このトレンチの、掘った中に白いものがいっぱい見えますけども、こちらが昔の礎石建物の跡ということになります。これはまあ図面ですけども、蔵の南側はあまり遺構は出てこなかったんですが、この蔵の北側、シークと呼ばれている部分について、礎石建物が出てくると。で、図面作っているんですけども、これを実際写真で見ていただくと、こういう形なんです。これ西側から見た写真なんですが、石が規則的に正しく並んでいるっていうのは、多分お分かりいただけるかと思います。この、奥から手前につかけて、直線的な並び。で、さらに、左右の方向にも並んでいるという状態ですね。
これ反対側からみたいですね。でさらに、奥の方から見てみますと、このようなぐらいですね。これは、ね、北から南を見てますので、この建物の南側は実は調査できてないので、どこまで伸びるかというのは、まだ、検討の余地があるんですが、このさらに南側については空き地になったという状況ですね。で、まあ、調査の結果としましては、山の上で、東西 6.8 メートル、南北 3.9 メートル以上の建物が出てきましたので、おそらく、当時、今の家で言うとあまり大きくないなと思われるかもしれないんですが、当時の、組織建物としては非常に大きな建物で、なおかつ、図面の元に復元をしていきますと、ちょっと行き過ぎましたね。こういう中に部屋割りがあって、で外に円が回るという、そういう構造の建物であるということが分かってきましたので、これおそらく当時のお城で一番中心になる建物だろうということが、で非常にこう注目を当時集めていました。で、なかなかこれを元にどういう建物が建てたのかっていうのは、イラスト、復元しにくいんですけども、よそのお城の事例から引っ張っていきますと、こういうものが建てたんじゃないかと。これは実は滋賀県で山城って出てきた以降のものなんですけども、大体こういうぐらいの建物が建てたということが明らかになっています。で、当時の発掘をさせてますと、一部後で掘られた穴とかが出てくるんですけども、それを探っていきますと、中から炭とか焼けた土が出てくるという状況があります。で、ちょっと文献資料法で思い起こしていただきたいのは、工事2年に火事が起きて、で、松永久秀が第5次から建物を持っていったという記録が出てきますので、ひょっとしたらこの、火災痕跡というのは、文献資料に出てくる工事2年の火災の後じゃないかということが考えられております。で、これ以外には発掘調査、当然いろんな土器が出てきますけども、これ写真に示すと、こういう大量の瓦けが出てきますのと、瀬戸美濃のお皿とかですね。で、こちら図面ですけども、備前焼きのすり鉢。で、一部瓦。で、すずりとか、碁石まで出てきてますので、普通戦国時代の山城を掘ると、いくつか形態がございまして、異物が全く出てこない山城。で、あるいは、お皿とか、碗だけ出てくるお城。で、あと、碗とか皿だと、どこで食べ物作って、貯めてたかわからないんですけども、お城によっては、碗や皿から、食べ物を蓄えておく、壺とか亀。で、さらに、硯が出てきますと、まあ、現地で食べ物を貯めておいて、作って食べたという、まあ、3点のセットが揃ってくると。そういう位置づけになってきます。だから、まあ、こういう大型の礎石建物と一緒に、こういう、当時の土器、食器が出てきますので、まあ、これ当時の、三好長慶の当時の、遺物ではないかということが当時は考えられていたということになります。で、その後なんですけども、発掘調査はしばらく止まってまして、平成28年、石垣のレーザー測量というようなことをして始めていきます。で、これは 何かと言いますと、大きな石垣があるというのは、非常に有名だったんですけども、これ、誰も測量図を作っていなくて、他のお城と比較、検討ができないという状態でありましたのと、だいぶ山が荒れてきたりとかしまして、石が落ちるんじゃないかという心配もありましたので、その現状を保存するために、保存するために、こういう石垣に対して、レーザー測量を行いまして、こういった図面を作っている。これさらにアップしますと、こういう形ですね。これ石垣を正面から、撮った。まあまあ、これを図に起こしていくということですね。で、これを元に測量図を作ると。そうしますと、高さとか幅とか石材の使い方がよくわかってくると。で、この時、もうすでに折った石まで入れましたので、当時の石垣でいきますと、まあ、1メーター前後の石を、なるべく、
乱雑に積むのではなくて、まあ、一定、こう、水平を保ちながら並べていって積み上げるというような方法をとっているという状態になります。で、まあ、最近戦国時代の石垣から江戸時代の石垣まで石垣の変年研究には非常に進んできていますけども、まあ、この石の状態を見ますと、やっぱり戦国時代の石垣としては非常に整った形で作っているということが分かってまいりました。で、大きな石垣、まあ、2箇所ございましたので、もう一箇所についても同じような例の測量をしたということになります。で、これらの石垣の特徴としましては、まあ、使っている石材が大きいということと、使われている場所が、お城の南側とか、通路のすぐ横に作っているということがあります。で、さらに石垣、この大きな石の裏には、裏込めという、石垣が追ってこないように、後ろに、グリシをいっぱい詰めるっていうのが、作業するんですけども、それがちゃんと残っているということであります。まあ、こういう図面を作っていく作業ですね。まあ、この図面がなかったら、あっちの城より大きいとか、飯盛城より小さいとか、芥川城の方が大きいとかいう話になるんですけども、もうちょっとこう、ちゃんとした根拠を持って、議論ができるようになると。まあ、残念ながら、石垣については、飯盛城より芥川城の方が小さいのかなと。いうふうに思ってますけども、まあ、こういう良くも悪くも、ちゃんとした、差が出てくるということになります。で、その後しばらく、白鳥さんが中断してましたけども、令和2年度になりまして、前回掘った、主郭の南側、主郭がこちらで、で、この主郭の一番北で、大きな礎石建物が出ているわけですけども、この南側の一段を下った、クルア3というところで、発掘調査を行いました。で、この頃には、昔はヘリコプターでないと、写真撮れなかったんですけど、もうこの、令和になっていますと、ドローンを飛ばせるようになりましたので、ドローンを用いて撮影なんかも行っていました。で、これ写真でいきますと、ちょうどここが、山頂の主郭ですね。で、このすぐ下の車で発掘調査を行いました。で、行った結果として出てきたのが、戦列建物という建物が出てきています。まあ、毎日山の上に2、30分かけて山の上に登っていって、掘ってまた降りてくるというような作業をずっと、やっていたということになります。で、ここで出てきましたのは戦列建物っていうのが、ほぼ正方形の建物が出てきまして、線っていう、いわゆるタイルになりますけどね、四角い瓦と同じ質の板をですね、外壁の裾に並べていくという、そういう建物。だから実体としては礎石建物なんですが、礎石建物の周りに線が並べてあると。そういった特徴の遺構になります。で、この周りにも礎石がありますので、礎石建物と線列建物が、併用されてたというような言い方もできるかもしれません。で、この建物の下からもですね、焦土が出てきてますので、まあ、さっき言ってた文献資料に出てくる工事2年の焼け跡の跡かな、ということを考えています。で、まあ、こういう状態で出てきまして、で、これ、後の時代に崩されている部分もあるんですけども、復元していきますと、こんな形ですね。南側にちょっと出っ張りがあって、っていう遺構になりまして、で、壁の裾にずっとこう礎石を並べていって、その外側に、こういう線が並んでいるという状態になっています。で、まあ、遺構図作ってみますと、こんな形なんですが、なかなか遺構図っていうのは理解しにくいところなんですけど、これを復元していきますと、赤い部分に戦列建物があって、その周りにも礎石建物が建っていると。そういう状態が復元できています。で、実はこの戦列建物っていうのが、大きなポイントでありまして、ただ一般受けは全くしないという、特徴的な遺構になります。なんで一般受けしないかというと、当時の建物で建ってるはずなんですが、復元しても、この戦列と礎石は見えないんですね。
で、この戦術建物の分布というのは実は特徴、非常に特徴がありまして、実は京都ではなくて、摂津、河内、泉と播磨しか出てこないという。これ全国には、全国的に分布するものではないんですね。で、一番よく出てくるのは、堺の観光都市でありまして、確かに僕が調査終わってセンター、ワイブンセンターに戻って、書庫で堺の北書をバラバラめくってみると、全く似たような形のものが結構出てきてました。で、じゃあ、あとどこで出てくるのかと言いますと、この図で示していますけども、出てくるのは、まず、この堺。で、あと、堺の近所に高谷城というお城が河内にあるんですけども、まあ、河内の高谷城。で、東大阪の和歌城。で、飯盛城でも出てます。で、あとはですね、池田とか、伊丹の有岡城とか、のあたりが結構出てきてますのと、まあ、主には大阪湾岸の都市部、都市遺跡とか、お城とか館の遺跡から出てくるというのが非常に特徴のある遺構です。で、播磨の方にもあるんですが、播磨の方に出てくるのはもうお城の中だけという状態ですね。で、これ右下に示したのは堺の看護都市で復元されている蔵の様子なんですね。で、これ構造的には、ちょっと待ってください。すいません。あ、来た来た。蔵の基礎の部分ということになります。もちろん、建物の上はもうなくなってますので、見つかっているのは、この、壁の裾に残っている線のタイルの列と、で、検出して出てくるのは、この礎石と線列だけという。だから、これ私が下手なイラスト書いたもんですけども、壁の部分とか床の部分は残ってなくて、この色つけてる、線の列と、礎石と、で、礎石の内側の床に、ずっと砂利が引かれてましたので、まあ、そういった部分だけが出てくるという意向になります。で、これまあ、この構造でいきますと、いろいろな説があって、なんでこのタイルとか線を貼るんですかということが聞かれるんですけども、まあ、なんか防湿効果が悪いんやとか、ネズミが入らんようにモグラが入らんようにするんやとかっていろんな説がありますけども、まあ、共通するのはおそらく蔵として作ったんだろうというふうに言われてまして、まあ、堺の方でも商人の屋敷の裏手の方にある蔵でそういった作り方をしているということがありますので、まあ、この芥川城の、令和の調査で出てきた戦術というのは、まあ、基本的には蔵と考えたらいいのかな、ということで、理解をしています。で、ただ、出てきた場所なんですが、これ、さっきの眺望と見晴らしのいいところから撮った写真ですが、非常にこう、見晴らしのいいところに立ってまして、で、堺の町で出てくる戦術っていうのは、屋敷の裏の方の奥の方に立ててるんですね。で、これはまあ、後の時代のお城みたいに、その石垣の天場すれすれに立ってるわけじゃないんですが、かなりこう、車の真ん中よりも、絶壁側に立ってますので、そういった、まあ、単なる蔵というふうに考えるのかどうかっていうのは、ちょっとまだ今後も検討の作業を進めていかなあかんのかな、と思ってまして、で実はまあ、研究者によっては、もうこれは2階3階建ての櫓じゃないかという方もおられますし、いやいや、そんな、まだそんな先進的な建物ないやろうと、いうことで、いや、これはやっぱりただの蔵やという見方もあります。ただ、この、戦術建物の構造というのは非常にこう特徴がありまして、こういう普通の先出てきた、主角で出てきた礎石建物みたいに、こう、2メーター間隔とか 1.5 メーター間隔で礎石が並ぶんではなくて、もう礎石が連続してこうずらーっと並んでるんですね。で、こういう作り方をしてくると、普通は一本礎石の一つ一つに柱が立つんではなくて、この石の上に横方向に木を渡して土台にして、でそこから上に建物を作るという理解がまあされています。で、そういう意味でいきますと、後の
あとの安土城とかですね、江戸時代のお城の櫓の作り方と一緒なんです、実は。熊本城の地震の時に、櫓がこう、石垣の残った石の一本だけでこう立ったというパターンがありますけれども、これ普通の礎石の建物であれば、もうとっくに折ってるんですけど、横木というか土台を渡して作っているから、ああいうふうに持つという特徴がありまして、櫓説なのか、蔵説なのかっていうのは、なかなか答えは出ませんけども、どちらの可能性もあるのかなというふうに考えています。で、白鳥刺し杉と当然この時も遺物がたくさん出てきまして、実は発掘面積としては60平米ぐらいしか掘ってないので、ちょっとしか掘ってないんですけども、たくさん種類としては非常に多く出てきています。で、先ほども紹介しました、弾き皿とかですね、天目茶碗、こちらそうですけども、で、あと、ちょっとしか掘ってないのに、すずりが3点も出てきたということがございますし、あと、石臼とかですね、鉄釘とか、で、線とかっていうことで、非常に種類が多く出てきてます。で、これ全然面で示してるのは、弾き皿とかですね、あとこれは全部、陶磁器ですね、瀬戸美濃とか、あるいは青磁、白磁、染付といったものが出てきてまして、で、さらにこういう硯ですね。で、硯が3点もこのちっちゃい面積から出てくるというのはあまりありませんので、一つ言えるのは、ここで文字書いて、墨を捨てたんだろうということは確実に言えるかと。で、それが文書は、先ほどの話で出てきたような、レンガ会してたのか、文書書いてたのかっていうのは、わからないですけども、非常に頻度で出てきてまして、この真ん中の硯に至っては、穴が開いているという状態でありましたので、この穴開いているのは2つ説があって、硯を使い終わった後に砥石で使っていて減ったから穴開いたという言い方と、で、僕らが半分冗談にしたのは、硯に穴が開くほど文書、墨を吸って書類作ってたんやっていう言い方と2つしてますが、どうしても墨すりすぎたっていう方が言いやすいという部分がございます。あとは鉄釘ですね。これ場所によってはもう溶けて流れてしまってるんですけども、こういった鉄釘とかかすがいが出てくるということで、建物の上に釘を使って板を打った建物があったということがわかります。なかなか板までは出てこないので、礎石とかこういう鉄釘とかで建物の存在を推定していくということになります。で、あと出てくるのは先ほどお話した線ですね。で、この線も実は一つの建物は一つの方量というか、決まった厚さ、大きさで作られてるんですけども、後でお話しますけど、この線もいくつか形式がありますので、違う時期とか、違う建物が何棟か建ったっていうのが分かってきています。で、さらに行ったのは石垣の分布調査ですね。大きな石垣があるっていうのだけが有名な、先行しがちなイメージなんですけども、他に石垣は何かということで、山の中を地元の協力してくれてる方も含めて歩きまして、実は、かなり新しい江戸時代に住んだんちゃうかというような石垣も含めますと22箇所、ありまして、その中でおそらく当時の戦国時代の、石垣であろうということものをさらにリストアップして、調査していきました。それで出てきたのはこういう石垣ですね。西久良郡って言ってる主郭の周辺を中心ですね。大手の石垣とか、先ほど紹介した石垣ほど大きくはなくて、10センチとか30センチの小さな石積みっていうのが非常に多く確認できてきました。これらはですね、大きな石垣というのは、裏込みの入ってない石積みと我々は呼ぶんですけども、これはおそらく山頂周辺のですね、クルアの造成ですね。普通の山をクルア作って整えようと思うと、山の土を切ったり盛ったりとかしないといけませんので、盛る時の土留めとして使う石積みであろうということで、と見ています。で、これもまた図面を作っていくということになりますので、
こういった地道な 作業を進めていきます。ちなみにこれ小規模な石積みが上の図面ですね。で、大きな石が下の図面ということになりますので、かなり石垣の、同じ石垣といっても、サイズが違うということがよくわかるかと思います。で、まあ、こういった小規模な石積みもあるということを踏まえていきますと、最初の大きな石垣というのが、じゃあなんでそこにあるのかということも相対化できてきまして、おそらくは、通路沿いとか南側に、ね、作っているということはですね、山の下からの見え方とか、あるいは、まあ、お城を登ってくる人に、まあ、権力というか、それを見せつけるような意味も、あってですね、非常にこう視覚的な効果が狙って作ったのが大きな石垣だろうということが、分かってきております。で、これ以外に、まあ、発掘調査で出てきた出土遺物もあるんですが、地表面で拾われた遺物というのも多数ございますので、それらがどういうところに分布しているのかということを分析していきました。で、飯盛城と比べますと、芥川では非常にこう、漂彩遺物が多い、お城でございまして、まあ、これ、大体遺物が多い場所が太い丸で囲っているって、少ないところがちょっと細めの丸ということで、囲ってますけども、まあ、まず、弾き皿とか陶磁器とか、物注意を、どれぐらいの密度を取ってるのかっていうのを調べていきますと、いわゆるやっぱり西クーラ郡と言ってる主郭の周辺が一番、たくさん出てきてまして、それに準じて、中央クーラ郡。で、一番離れる東クーラ郡が一番少ないという状況が、明らかになってきています。で、さらに、この中で種類別に分けていくとどういう傾向が出るのかということで見ていきますと、これは弾き皿という、いわゆる瓦系の素焼きのお皿ですね。で、それはもう圧倒的に主郭の周辺が多いという。状況が分かってきてます。で、さらに、陶磁器。まあ、ほとんどは備前焼きのすり鉢とかになるんですけども、こういったものについては、まあ、やっぱり西クーラ郡が一番多くて、中央東というふうに減っていくような傾向が出てきています。で、次に瓦見ていきますと、瓦が、西と中央だけ出てきてまして、東の果てにあるのはあるんですが、これはよく調べてみると、江戸時代以降の瓦。実はこの一番東クーラ郡って言ってるこの部分に戦後までは村があったんで、そこの遺物が混じっているということが分かってきています。で、さらに線ですね。で、線に至っては、東クーラ郡では全く出てこなくて、西クーラ郡と中央クーラ郡だけで出てくるというような傾向が確認できています。で、まあ、標高の漂彩遺物もうなんかすでに300点ぐらいもう超える量が出てきてるんですけども、まあ、時代不明の遺物ももちろんありますし、江戸時代以降の遺物ってもやっぱり2割3割は入ってくるんですけども、まあ、主郭周辺の遺物っていうのは、年代的には15世紀の後半から16世紀の後半ということになってきまして、まあ、文献資料で見ている1515年の築城っていうのに、ね、ほぼほぼ一致してくるかなというところです。で、さらに線については厚みとか放量から何形式かに分かれてきますので、芥川城の山の中にはですね、複数の線列建物が建っていると。だから、郭ごとに何棟か建ってたという見方もあります。で、実は多くの戦国時代の山城で出てくる線列建物っていうのは、お城の中で1個だけとか、大きなお城の中に2つだけとかっていう、そういう作り方をするんですけど、今までの分布状況とかを確認していきますと、芥川城については線列建物が、同じ郭の中にいくつも建ってたりとか、お城の中に、まあ、5棟6棟建ってたんじゃないかというような分析まで出てきていまして、おそらく線列建物の量でいくと、戦国時代の山城の中で一番たくさん、地道な遺構ですけども、容器でできているということが分かっています。で、これ以外、こういった遺物以外にも、実はね、碁石とか、鉄滓、
これあの、野火事やった後なんですけど、どうも、出したとか、あとは、焼けた壁土とか、砥石とか、炭兵なんかもやっぱりいろんな量が拾われていまして、鉄砲玉も何点か出てきています。これあの、左が焼けた壁土ですね。で、右上があの、砥石。で、右下があの、鉄砕っていう、あの、野火事した後のものですね。で、あとちょっと変わったものとしましたこういうものが出てきてまして、左上のやつは、なんかあの、表面採集で拾ったんやけど、これ何やろって言われて、最初僕もわからなかった異物です。で、左下のやつは、青磁の破片なんですけども、あの、単なるお皿や碗ではなくて、あの、なんかちょっといいもんではないかということで、この後調べていったりとかしてまして、右側については、これ、石の破片なんですが、あの、石臼の、割れたやつということになります。で、これ、この3つ何ぞいなということで調べていきましたら、1つ目のこの、あの、ものについては、ガトーと言っている、夜間に手元を知らす照明具っていうことが分かってきてまして、私実は、あの、もともと戦国時代のお城が専門で、この、あの、職についてるんですけど、あの、山城でね、これが出てきたのはおそらく初めてじゃないかな。で、多く出てくるのは、一条谷の朝倉寺遺跡とかですね、堺の看護都市とかって、すごい都市部では出てくるということになりますので、このガトーの出動を持っていきますと、さっきすずりが出てきたのと一緒で、夜も頑張って、レンガを読んでいたのか、あの、書類作っていたのか、まあ、あの、本を読んでいたのかということが言えるかと思います。すでにこの、出てきたのはこのお皿の部分なんですが、これ一条谷で出てきた復元品ですね。この蓋をかぶして、手元明かり、あの、瓦家に油入れて、芯落として、その明かりで、まあ、お仕事してたんか、明かりにしたんかということですね。で、次に青磁の破片なんですけど、これあの、サイズ測って、調べていきますと、まだちょっと隠し物も出てないんですが、こういった花瓶の、お腹の部分じゃないかということが分かってきています。で、まあ、花瓶というと、ちょっと、あの、やりすぎちゃうっていう意見はあるんですけども、いわゆるあの、青磁とか白磁って、出てきただけですごいもんやという位置づけがされることが多いんですが、実は青磁とか白磁とかっていうこういう磁器物にもですね、ランクがあって、いわゆる碗とか皿であれば、そんなにこう、あの、特殊なものではないんですけども、あの、壺とか、花瓶になるとやっぱり、非常にこう高級品という位置づけになってきてますので、まあ、これが花瓶、まあ、総称で言うと袋物って言うんですけど、まあ、あの床の間に置くような非常に高級品が、これが実はあの、白鳥社ではなくて、地表面で拾われていたという状態が、になってきてます。で最後のあの石の破片なんですけど、これ調べてきますと、石臼、ということが分かったんですが、石臼、単なる石臼ではなくて、非常に目の細かい茶臼の使われた臼じゃないかと。これあの、いわゆる粉物を引く石臼ではもっと荒っぽい石を使いますので、まあ、堺の看護都市なんかの出土例でいきますと、本当にあの抹茶引く石臼じゃないかということが、考えられています。で、まあ、こういったあの、出土遺物の分析からいきますと、まあ、あの、瓦とか線とか、いうものが、まあ、建築材に限ると、東黒岩を除く各黒岩に分布してますので、まあ、あの、ほとんどの部分は未発掘なんですけど、各黒岩に、まあ、さっき言ってた、あの、御殿並みの建物であるとか、倉庫が個別に複数建っていたという可能性が高くなってきています。で、土器陶磁器の出土でいきますと、まあ、山城での生活ということで、兵隊が住んでいるということではなくて、まあ、上級武士、まあ、それが三好長慶なのかもしれませんけども、まあ、そういった人物とか家族も住んでいたということが言えますし、それ以外の出土品で見ていきますと、非常にこう、あの、写真品というか、あの、先の政治の花瓶とかを含めていきますと、まあ、文具として、鈴にも出てますので、まあ、機内の成長って言われた芥川城とか、あの、機能とか、あと、レンガ会とか、儒学の講義をしているというところまで行きますと、こういった、あの、文献資料の、まあ、裏付けというか、どっちが裏付けなのかわからないんですけども、
まあ、考古資料、文献資料、双方からこういった、まあ、整合的な成果ができているかなと。で、逆に言いますと、文献資料の方からは茶会をやった記録は出てこないんですけど、天目茶碗も出てますし、石臼も出てきてますので、まあ、お茶を吸って上で飲んでたことは間違いないんだろうということまでが明らかになってきています。で、まあ、あと、まあ、青磁の花瓶なんかはやっぱり床の間に飾るような高級品ということが言えますし、硯や蛾刀が出てきているということは、まあ、レンガ界なのか文書の発給なのか分からないですが、文筆活動が分かしているというようなことが、まあ、かなり豊富な遺物でもって、まあ、文献資料と考古資料と双方突き合わせて、整合性が取れる成果が出ているというのが特徴になってきています。これ硯ですけど、硯の中にも碁石も出てきてますので、まあ、まあ、遊びもしてたんだろうということが分かります。で、まあ、そういった成果をある程度絵にしてきましたのが、これご存知かと思います。山本ゾンビさんに描いていただいたイラストでいきますと、昔、20年前に描いてもらった、香川源太郎さんのイラストに比べてかなり建物を多めに復元していただいたと、まあ、こういうイメージができてくるぐらいにまで調査成果が整ってきたという状態になってきています。で、まあ、さっきの蛾刀とかですね、青磁類を束ねていきますと、まあ、こういうちゃんと床の間をしつらえたような建物が山の中に建ってたんだろうということで、積められてくるのかなというところです。で、ここまでが遺構と遺物のお話ですね。ここまで4番ということになります。はい。ここでようやく終わりにということで、芥川賞と三好長慶ということで、まあ、文献資料と掛け合わせて話をしていきましたんで、どっちが文献でどっちが考古やったかなという、混乱は多少避けられないところですけども、まあ、遺構遺物で、から戦国大名の拠点的山城というのが、まあ、だんだん明らかになってきまして、まあ、一つ言えるのは文献資料と考古資料のがうまく一致してくるということですね。で、まあ、畿内近国の中心地であったということもあって、非常にこう一次資料に豊富に出てくるということと、で、まあ、現地の遺物っていうのが多彩な内容が出てくるということが言えるかと思います。で、まあ、遺構遺物については生活、単なる生活遺物の部分と、奢侈品で文具、茶道具が出てきてますし、で、遺構としては、山城の軍事的な遺構だけではなくて、礎石建物とか戦術建物というものも出てきてます。で、この芥川城の特徴としましては、これ飯盛城とも共通するところですが、山城という山の上に非常に高い居住性を持った遺構遺物が出ている一方で、山の下の方には全くその居館とか屋敷の伝承地が遺構が見られないという特徴があります。これ例えば滋賀県の、戦国大名六角氏の拠点であります観音寺城とかですね、小谷城とかで、あるいは、兵庫県の、小塩城とかっていうところに行きますと、山麓に居館の推定地とか遺構があって、山の下と上と二元体制で、機能している戦国大名の拠点が多いんですけども、芥川城については少なくともそれが山の下にはなくて、全部山の上にぶって上がっているということが明らかになってきています。これはおそらく飯盛城も多分同じような構造だったんではないかということが言えるかと思います。で、片や一方で、まあ、この三好長慶の後に登場してくる織田信長とかですね、豊臣秀吉が作るお城というのを束ねて、蜀方京城郭という言い方をするんですけども、今までのこの調査成果を束ねていきますと、まあ、土塁作りである部分も含めて、石垣を一部先進的に利用したりとかですね、で、建物については瓦も一部吹いているというような傾向もありますので、蜀方京城郭がやってくる以前のこの畿内近国の築城技術の到達点を示すということが言える、まあ、遺構ということになります。で、まあ、こういった、細川管領家とかですね、三好長慶、織田信長っていう、まあ、戦国時代の畿内政権の中枢の部分に関わったお城という部分が、非常にこう、まあ、この史跡指定にあたっても重く見ていただいたところであります。で、まあ、政治的な軍事的な重要拠点であるという位置づけとともに、さっき言ったレンガ界、儒学の講義、
で、まあ、考古資料から行くと、お茶も飲んでただろうということを含めまして、まあ、文化交流と、の場としての位置づけというのが非常にこう、大きくクローズアップされてきたということが言えるかと思います。で、あんまり私が、もともと考古の出身だということって、三好長慶との関わりというのがあまりお話しできないところではあるんですけども、天下人三好長慶、まあ、いわゆる芥川世間と言われている部分の位置づけについてはですね、最後の方にちょっと駆け足で述べましたけども、山麓居館、平地の居館がない山城に居住して、そこで政務を取っているという部分が、同時期のその、まあ、武田とか六角とか浅井とかっていう大名とは違った特徴と言えるかと思います。で、そういう意味では、三条に住んで本丸で政務を取っていたっていうのは、この後に初めて出てくるのは織田信長ということになりますので、ここ一つは織田信長の先駆的な存在じゃないかということが主張できるのかなと思っています。で、さらにその後の話なんですけども、これは滋賀県立大学の中井先生なんかが言われている話ですけども、その後飯盛城に三好長慶は移動するんですが、この時実は家督は全部息子の義時に移った状態で移動してまして、それと似たようなケースが、もう一個あるんですね。実は織田信長が安土城を作って、移るんですが、その時実はそれまでの拠点の岐阜城というのは、長男の信忠に家督を譲って移っているという特徴がありますので、まあ、移った先のお城の方が豪華になっているっていうのは 若干疑問を感じるんですが、まあ、家督の譲り方とかですね、移った先でまた新しいお城づくりを始めるという点では、まあ、織田信長の、先駆的な存在として三好長慶が評価できるのではないかなというふうに思います。で、あと最後ですね、これまあ、戦慄建物というポイントで見ていきますと、まあ、京都と同じようなものを真似するとか作るのではなくて、芥川という山城に、まあ、住んで、で、戦慄建物っていう大阪湾岸にしか作られない建物を山城に複数作って、で、そこで政務を取るっていう部分が、まあ、なんていうか、あんまり京都シフトではなくて、まあ、摂津河内泉というか、まあ、大阪側の、ベースで動いていた、まあ、三好長慶らしい部分が意向に出ているのかなという、まあ、ここはちょっと個人的な感想部分になってきますけども、そういった特徴が、まあ、三好長慶と芥川城の、まあ、関わりとして見えてきたのかなという部分でございます。ちょっとだらだらと長くなってしまいましたけども、私の報告以上で終わらせていただきたいと思います。ちょっとなかなか たどたどしくて、文献資料を挟んでしまうと口が固くなりがちなので、お聞き苦しい点多数あったと思いますけども、どうもありがとうございました。